ライブ作成のうさだピコラピコ同時視聴するぞ。ついにモンストニュースね、ちょっと同時視聴させていただけるということでね、年始のキャラクターどんなものなのかちょっと一緒に見ていけたらなと思う。ピコーガードだらけ。今ね、なんとスパイファミリーコラボ中ということで、ガチャ引きたいけど引けません。もうさっきも泣く泣くキャラクター撃てました。映らないように、少しでも映らないように。ダミアンくんだけ一人だけ生き残ってたけど、売りました。はい、ということで、そう、運極だったさのにさ、マジでもったいねと思いながら売りました。はい、こんにちは。これね、これもう頑張ったんです、頑張ってたんです、コツ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 。この有料オーブの7個は初心者パックだったかな、なんかその時に多分だけどついてきてたやつね。でも基本は、まあ、もう始めたてだから石取れる取れる。イベントクエストとか初回クリアすると石めっちゃもらえるんよ。なので貯めれたっていうわけです。はい。てなわけで、この1000個は、新春にぶち込みます。ワンチャンキャラが引けなかったら課金します。先に宣言しときます。欲しいキャラがね、いて出なかったら課金もする所存でございますと。んで、ボックス見て。ちょっといろいろさ、ラッキーモンとか頑張ったんだよ。このラッキーモンスターをね、もう欠かさず頑張ってたんよ、一応。まあ、ちょっととある時期だけできなかったんだけど、この3種所持するとラックボーナスに宝箱を1つ追加っていうことで、なるべくやってたの、毎週毎週毎週。とある子の時だけ、あまりにも難しすぎて、挫折しました。なるべく毎週毎週、3体はやるようにはしていて、でもね、こいつだー、この、先見たま、この子だけ、難しすぎてできなかったの。諦めました、この時だけは。もう無理やっつって。この週だけは、3体は無理でした。でもさ、ペコーラね、毎日インしてたんよ。毎日。でも、この前ペコーラがクリスマス会さ、マリンチで開いた時に、このね、iPad 持ってってたんよ。忘れてました。忘れてきちゃって、で、その次の日かな?その日と、その次の日かな?インできなくて忘れてたから、連続ログインがね、切れました、それで。新春ガチャのライブしますか?する予定だよー。あとさ、なんか今回さ、いや、本当に少ないけどね、エゴサしてたらさ、やはりペコちゃん案件なのではないのだろうか、みたいなさ、言ってる人いるけど、もう案件だったら PR って書かなきゃいけないし、ね、案件じゃないです、真面目に。うん。ご安心ください。案件じゃなく、ただハマっているだけです。いや、マジで。ペコちゃん、これはきっと案件だ。だから見るんだ。みたいな言ってくださる人いるけど、うちの上厳しいんでムカつくくらい、案件じゃないんで。ただただハマってるだけなんで。ね、教えてね、あんたたちさ、ペコーラ、ちょこちょこさ、このハマってからはモンストニュースさ、チラチラ見させてはもらってるけどさ、わかんないことだらけだからさ、このキャラはこう。あ、これは、これ今後新しく出る。ここのやつがいいね。とかいう感じで教えてね。楽しみだな。新春どうなるのかな。始まるよー。振り返りガチャ、オンリーアルファで何?一体確定。今年最後、初月確定ガチャ。2回引ける星6限定オールスター会社ガチャいいの。劇重心祭もある。振り返りは神なの?引くならどれなんかな?引くなら。ペコちゃんが引くならどれがいいと思う?これはマナだから引くな。え?全部引きたい!全部引きたい!ね、全部引こうよ!ダメ!おい、ペコちゃん全部引こうよ!振り返りがいいぞ!じゃあ30日がいいってこと?30日やろうかな、ガチャ。オールスターはやめとけ。オッケー。振り返りは絶対引け。振り返りって何なんだろう?詳細早く聞きたいな。うわ、ヤカマいるやん!メモリ邪魔やるやん!あ、待って!キリニーいるやん!キリニー!おい!キリニーいるわ!この1月から6月のやつ引きたいな、引くなら。役も欲しい。キリニーさ、やっぱさ、かっこいいしさ、なんでこんなペコちゃんの配信で寝たきゃになってんねん。かわいそうだよ。
ウィクベース我が魂の踊り、お願いジェレミー、お願い。罠、え、罠なの？え、すごい魅力的に見えるけどえ？罠なんこれ。10連1回目星6キャラ2体確定だよ。10連2回目星6キャラ3体確定、うち1体は限定キャラ。え、これのどこが罠なん？罠に見えないんだけど。全然罠に見えない。オールスター欲で騙されないで騙されないでって。え？え、絶対罠じゃないだろう。引きたいよ、引くよ、ペコちゃん。引きたいよ、それ。敵ジェーム罠、罠多すぎだろ。やばい、興奮で鼻水が止まらない。興奮で鼻水が。誰だ、何？何？え、なんか火？その少女は一族の意志を継ぎ、女だね、赤き刃を振るう。かっこええやん。あ、かわいい。笑顔かわいい。まさむね。これは見た目も欲しいぞ、声もいい。え、かっこよすぎんか、この映像。え、これ映画化されるんですよね。映画化、アニメかな、これ。出るんですよね、多分、来年。まさむ、分岐資金かあるじゃん。設定達成。なんかもうすごいたくさんあるのが。え、絶対強そうなんだけど。え、これめちゃめちゃいいじゃないの。絶対強いやつ来た。ぶっ壊れ来たぞ。え、マジ？おい、やばい。モンストニュースの人たちも、え、これやばい。これはやばい。やばい。超かっこいい。強強強ってするわ。おい、これからはマサムネの時代か。てかさ、ショットスキルの弱点も全部がやばくない？で、これただ打つだけで弱点出すんだよね。ストライクショットやん。なんなんこれ。なんかもう、まさむねゲーになるのではないのかってぐらいに、やばくそう。これ弾けなかったら人権なくなるぞ。マジで言ってる？ペコちゃん、来年もよろしくお願いします。よろしく。マジで。みんなでまさむね弾こう。え、弾くなら簡単だよね。え、みんないつ弾くん？もう12時になったら弾くん？ 1 日の夜弾こうかな、ペコーラ。1日の夜。12時には弾いちゃうの早いよ。一緒に弾こうよ。え、一緒に行こう、ペコだよ。ペコアラ、元旦の夜に弾こうかな。そしたら、待ってくれないの？先に、あんたたち、マウント取る気？ペコーラに。もう、正宗、ゲットしました、みたいな。12時には弾く。ペコアラさ、12時はさ、12時はホロライブのカウントダウンがあって弾けないからさ、よーん、元旦の夜弾ける人じゃ弾こうよ。ちゅうわけで、同時視聴も楽しめましたと。また元旦に、ガチャで。お会いしましょう。みんなで、まさむね弾くぞー。それでは、おつぺこでした。